いや最悪や。なんかよくわからへんけどバックして入ってきてって言われた。もう正面から入ってしまったのに。してるんでしょうね、この辺は。あ、こっちは混んでないですね。左側が混んでるな。右車線。あ、だから混んでたのか。アラ、アラメダ、サンジョーズとか、なんかオークラのダウンタウンの方が混んでましたね。いや、初めて来る場所はちょっとドキドキしますね、走ってても。あ、やっぱお金かかんねん、ここは。ファーストラットはインボイス。うわ、わからへん。お金払う、どこで払うんやろ。オンラインでね、支払うのが普通ですけど。アクセル5号、27ドル。
住所に送られてくるみたいなことは書いてあったんですけど、国が違う場合はどうなるのかはよくわかんないです。まあ多分会社が多分対応するでしょう。うわぁ、にしてもすごいな、テンション上がってきた。あっちサンフランシスコです。まあと言っても、あの街までは行かないんですけど、なんかめっちゃ高いビルディングがあります。で、時間があれば街まで行きたいところなんですけどね。多分あのお客さんの場所はその手前なのかな、ダウンタウンの全然手前ですね、こっち寄りですね。いやー、海や、嬉しい。やっぱね、海は好きなんですけどね。でも僕が住んでるアルバータ州は海が全くなくて、なんであそこにいるんやろうってちょっとたまに思います。まあ山も好きなんでね、あとはまあ自然も好きなんで、いい場所ではありますけどね。でもやっぱ同じぐらい海も好きなんでね、できれば海のあるところに住みたいなと思ってます。あ、右前に見えるかな、豪華客船が止まってましたね。すげえなー、うわ、めっちゃ新鮮やわこの感じ。あ、で、まだ橋があるんですね。見えてきた、すごい。うわ、これはすごいな。うわ、左側もね、もう海ですね。ここで泊まって写真撮りたいにしてもすごい。なんかマンハッタンみたい。調べたこともないし、写真もあんま見たことないから、やっぱなんかそういう場所をね、いきなり直で見ると、直接見るとね、ちょっと驚きますよね。いろんなね、形のビルディングがあって、バンクーバーみたいな感じにも見えるな。あ、こっちの方がちょっと大きいけど、喋ってるけどちょっと出口を間違えないようにしないと。運転してるとね、間違えるんですよね。ウーバーのドライバーしてた時も、お客さんと喋って盛り上がった時、そういう時に限ってね、道間違えて、後からちょっとなんとも言えない空気が車内に漂うみたいな感じです。
通り過ぎてるし。もうすぐですね、432の出口。どこのストリートかまで読めへんかったんですよ。こういうことよくあるんですけど、どこのこと言ってるかわからへんっていうのが、多分僕が今から行くところは大丈夫やと思うんですけど、一応ねトラック用の GPS にもちゃんとルート表示されてるんで、でも 100% 気になるわけじゃないんですよね。だからちゃんとね標識は見とかなあかんんですけど、いやだからもう初めて来る場所はね、ほんまに忙しいです。気をつけなね、やばいですほんまに。しかも大概こういうところで道間違えたら戻ってくるのに 2,30 分ぐらいかかってしまうんですよね。だから間違いがないようにね、一応僕は両方使ってます。トラック用の GPS と Google マップの両方。ここですね、ここを出てイースト、左か。うわ、なんか狭い。これの左ですね、さらに左。いいの。うわ、怖いわ。見にくいし、しかも狭い。うわ怖っ。うわめっちゃドキドキした。もう怖いわ。怖い、何やろあの車。Google かな。カメラいっぱいついてましたね。もうちょいですね。ところでもうやめてほしいわ。今右前のポールに当たりかけたし。どこ、ここやん。マジか、いけんの。こんなところに車止まってんのかよくわからない。右側にこんな狭いところで。ごめんなさい、文句ばっかり言ってますね。ちょっと、
まあロサンゼルスの街中もね大概狭いんですけどね、なんかこっちはこっちで狭いというよりなんかごちゃごちゃしてる感じがします。はい、もうちょっとでお客さんのところ到着します。あ、ここや、最悪や。ええー、意味わからへん、どこに。ここ入れんのかよ。うわ、まあ着いたけど、どこに止めたらいいかわからへん。とりあえずお客さんのところ行ってきます。いや最悪や、なんかよくわからへんけどバックして入ってきてって言われた。もう正面から入ってしまったのに。マジか、ここをバックして入ってきてって。で、あの正面に見えるのが、うわ全然見えへんし、一応一人手伝ってくれてるんですけど。やばいわもう。Thank you so much.やば、ありえん。あ、お疲れ様です。あ、なんとか入れました。もう最悪ですわ。もうさっきね反対向きで入ってきましたもんね。
だからここは今はまあこんな感じで荷物下ろしてくれてます。後ろにだから僕ここまっすぐ入ってきたでしょまだバックして、あの道路バックして戻して、で前行って、でブラインドサイドでバックで入ってきたんですよ。もうね最悪もう絶対嫌ここ。しかもそのさっき、そこの坂が結構ね急なんですよね。一人ね、あの一人手伝ってくれましたけど、一人じゃ無理すぐに視界から消えてしまうはるし、だからそのまま行っていいんかあかんのかもわからへんようになって、結局僕自分自身でトラック止めて何回もね、このこっちの窓から確認しました。でまあ事故したら僕の責任になるんで、いやそれにしてもきつかった。ちょっとこれバック苦手な人終わってますよ、この場所は。前もってね一応確認してきたんですよ、あの Google マップでストーリービューで、でここの駐車場がどういう感じになってるかっていうの分かってたから、おそらくでこれも見えたんですよ、この入り口ね。でここが僕荷物下ろす場所だと思ったんですよ、ローディングダックやと思ったんですよね。だからそこ正面から入ってきて、ここまっすぐ行って、でここにバックするみたいなね感じだとは思ってたんですよ。じゃあまさか、まさかのまさかですよこんなところにローリングダックがあっていやほんまにびっくりしました。あまあまあよかった。まあ僕は結構バック好きなんで、だからまあそこまで焦りませんでしたけど、でもやっぱバック、ここバックしてる間ね、トラフィックを止めなあかんんですよ。でやっぱ止まって待ってもらってるじゃないですか。じゃあやっぱこう早くしなあってすごい渋滞できてましたからね。だからちょっとね焦りはありましたけど、まあまあでもそこは冷静に行きました。いやすごいですね、それにしても初のサンフランシスコですけど、ここまでの道のりね、まあ、動画ちゃんと撮れてたらいいですけど、まあ無事に到着できてよかったですよ。気温はね16度、気持ちいいです。この長袖いらないぐらいですね。よいしょ。でね今日はねここで荷物下ろしたら、なんかもうすぐ下ろしてくれてるんで、ね、早く終わりそうですね。30分以内に終わるんちゃいますかね。終わったらまあ何回か行ったことあるんですけど、レベックの、あれレデュックやったっけ、レベックやったっけの、アイケアのディストリビューションセンターに荷物取りに行って、その後どこ行くかまだ分かんないですけど、多分戻るんやと思います、カルガリー。でも今回ね初日に今持ってるこの荷物をね、ホワイトコーストっていう、まあ、エドモントから2時間ぐらいの場所に荷物取りに行ったんですよ。でその日だけで13時間近くオンデューティーの時間使ってしまったんで、もしかしたら時間なくなるやろなと思ってたんですけど、案の定足らないですね。だから帰り道どっかでリセットするか、でもしカナダまで入国できるのであれば、多分12時間待機ぐらいで行けると思うんですよね。でももしカナダまでも到着できひんのであれば、もうアメリカ国内で34時間待機しなあかんす。まあまあやること溜まってるんでちょうどいいんですけどね、税金のこととかもそうやし。まあそんな感じです、天気はいい感じです、快晴です。
こっからね、I-5 をひたすら南におそらく6時間ぐらい行ったら到着すると思いますけど、まあ多分今日は時間切れですね。到着もできないんで、その通り道のどっかフライング J かどっかで休憩しようと思います。はい、荷下ろし終わりました。こんな感じで交番のローディングダックやったんです。だからはい、エンピーです。間違えた。よいしょ。はい、ロック OK です。終わりです。めっちゃ早かった。20分ぐらいで全部下ろしてくれはった。はい、今からロサンゼルスの方に向かいます。あ、お疲れ様でした。あ、以上です。ご視聴ありがとうございました。なんとか無事に到着できました。で、サンフランシスコも見ることができました。雪もないです。天気も最高です。ドライブ日和です。ね、やっぱ1日1000キロも走るとね、ガラッと景色とかも変わりますよね。昨日までね、雪道走ってたのに、今はもう雪なんてないですね。で、昨日はね、ウィードっていう街で、街のトラックストップでね、休憩してたんですけど、もうその辺も雪はほとんどなかったですね。でもそこに行くまでの道のりは、雪ある場所は結構ありましたけどね。まあ帰りはまだどうなるか分かんないです。まだちょっと調べてないんで、まあ安全運転で帰ります。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。それではまた後ほど、失礼します。